はい、お気に入りの蕎麦屋さんに来ました。ランチです。ランチ天丼セット、それではいただきます。食べてみてください。じゃあお蕎麦からいただきます。ネギ入れて、わさび入れて、お蕎麦、このお蕎麦でめちゃくちゃ美味しいんですよ。ネギ蕎麦なんですね。そう、ネギ蕎麦なんですね。いただきます。うん、あ、ザワとかいいけど、めちゃめちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これ食べます。銀屋さんでいいんですか？銀屋さん。銀屋さんです。銀屋さんちょっと入れて、うん、ネギ入れて、そう、どうですか？水でしっかり締めてあるまず、ヘビそばのこの歯触り、歯ごたえ、しっかり喉越し、大好きです、ここの人。天丼も食っちゃうかな。天丼も食べて。このおそば本当美味しいんです。おすすめ。おすすめとかですよね。ヘビ大きい。でかい。プリプリしてて、この何天丼のつゆ、タレ、タレ、うん、これもね、甘さが絶妙で、本当ベリマチ。このね、これね、つけ汁も好きなのよ、そばの。なんか鰹だしが効いててね、そこまで甘くなくて、俺は大好き。すべてがパーフェクト。大好き、お気に入りのおそば屋さんです。なんかさ、一時期さ、すっごいおそば、いろんなおそば食べに行ってた時あったよね。そうだっけ、うん、このおそば屋さん、評判がいいから食べに行こうと思ってさ。あ、そうだっけ、うん、いろいろ食べに行った時があったの。うん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 、天丼と、天体おそばのランチと、あった、うん、思い出した。いろんなとこ行った、うんうん、このおそば一番好き、うん、美味しいおそばいっぱいあったけどね。うん、やっぱうまいけどね。全国的なものがすごい、うん、かぼちゃもうまそう、うん、甘いたけも入ってる、最高だね。最高、うん、のどこし最高ね。ね、本当にね、冷たい水でキュッと締めてやってさ、うん、本当にうまい、このそば。うん、うん、ヘビそばってうまいですね。だし、うん、もうまいね、ここ、うん、ね、天丼美味しいね。ここは蕎麦だけじゃなくて天丼も美味しいんだよ、ね、うん、このかぼちゃうまい。あ、美味しい。本当にツルツルなの、ね、もう思いっきり氷水で締めてあるね、うん、これがまた美味しいの、ちょっと締まっているおそばにね、おそばだけじゃなくて、つゆもね、つけ汁、うん、のもうまいよね、店の雰囲気もいいし、うん、ね、うん、
よ、普通に食べられる、新潟で食べたやつはもうちょっとこうシャキシャキとした、そう、歯応えだったね、歯応えだったよね、腰もいいね、うん、ちょうどいいよね、ほんと全てがちょうどいいんだよ、天ぷらの揚げ方も上手だし、ね、本当みんなパーフェクト、タレも美味しいし、全てがうまい、なんか今コロナでいろんなとこ行けなかったりするから、うん、うまいもん食べてると幸せ感じる、美味しいね、ここで温かいそばって食べたことない、食べたことない、そういえば、うん、食べたことない、あ、でもおそばってね、冷たいのが好き、ほんと冬でも、うん、冷たいのが好き、ほんと、うん、俺はね、うん、どうだろう、やっぱ冷たいの方、おそばの方が好きなんだけど、うん、あったかいのも、うん、食べたいと、たまにはね、でもやっぱり夏はやっぱり暖かい時期、うん、夏とかはやっぱり冷たいそばもいいね、うん、うまいの、美味しかった、うまい、うん、あ、そば湯あるよ、うん、おばあ飲む、飲む、うん、お母さんが、うん、この何でもないノーマルの、そう、空っぽのやつね、うん、そば湯本来の味をね、うん、楽しみたいんだよ、そば大盛りにしたからね、うん、ここなんだよね、うん、え、でもちょっとよく言えない、うん、思った俺も、ね、うん、ただこのご飯の量が増えた、そっか、前ちょっと重箱っぽいのに入って、うん、でもこの丼型になったから多分ご飯の量が増えてる、2つ目完食です、完食もうね、美味しいところはね、そば湯がうまいですね、そば湯もう乳白色のそば湯、これが最高でトロッとしてる、ストレートで飲むのが好きだね、本当にうまい、こういうことだ、本当ごちそうさまでした、ビーヤーも遅く、おいしいのを食べました、天丼も美味しい。